心と時間を豊かにするトゥードゥーリスト。こんにちは、ザ・チェンジオブライフチェブラ更年期トータルケアインストラクターの永田恭子です。この番組では40代からがよりご機嫌に快適に過ごせるようなヒントやアイデア発信しています。さあ、先日このようなご相談をいただきました。40代になり、毎日があっという間で何も手につかず一日が終わってしまうような気がして、気持ちばかり焦ります。何か対策があれば知りたいです。40代の女性の方からです。どうもありがとうございます。毎日を大切に過ごしたい、そう思っているけれども、気持ちばかり焦ってあっという間に一日が終わってしまうとか、また忙しさに追われて自分のための時間を作るのが難しい、そんな方多いのではないでしょうか。私もすごく、ね、悩んだ時期がありました。そこで今回はですね、私自身も実践している対策でなかなかいい方法があるので、それをご紹介していきたいなと思います。ちょっとの工夫で日常生活の見え方とか感じ方っていうのが結構変わってくるので、よかったら試してみてください。今回ご紹介するのは、私の作っているこのオリジナルトゥードゥーリストです。ウェルネストゥードゥーリストっていう風にね、名前をつけているんですけれども、これただのリストじゃなくって、心と脳に優しくなるように、こう私流にアレンジをして使っています。頭の整理と心の充実感っていうのが、このリストを使ってから結構私は変化したんですね。なので、よかったらですね、この私が使っているオリジナルトゥードゥーリストをプレゼントするので、使ってみてください。で、まずトゥードゥーリスト皆さんつけていますか？トゥードゥーリストって何っていうと、こうやるべきこととか、達成したい目標みたいなことをリスト化していきます。で、そしてこれを作るっていうことで結構頭が整理されるんですね。で、何から手をつければいいのかなみたいなのが、すごくね、やりやすくなります。シンプルなんですけど、私たちの生活にもたらすメリットっていうのはとっても大きいんですよ。で、まずちょっとメリット面ご紹介していくと、私40代からは特に忙しい人ほどトゥードゥーリスト朝作るっていうの結構おすすめで、メリット一つ目は脳が疲れにくくなります。トゥードゥーリストつけて、私いつもこれをね、こう見えるところに置いておくんですね。で、そうすると今日やることの順番っていうのを考えなくて済むんですよ。なので脳が散漫になるっていうのを防いで、こう脳ってこう結構同時にいろいろやろうとする、このマルチタスクにすごい疲れちゃうんですよね。だけどそれを減らせれば脳が疲れにくくなる、脳の疲れが軽減できますよ。で、そして二つ目はリストに書くっていうことで、純粋に忘れ物を防げるっていうことです。あれやろうと思ってたのにすっかり忘れてたみたいなことをね、防げるっていうようなメリットがあります。そして3つ目は、達成したこと、つまりはやったことをちゃんと確認できるっていうことです。つまり達成感を味わえるんですよね。特にこの達成感っていうのが、こう日々の生活の充実感とか豊かさに大きなのを感じるための、すごく大きな助けになるなというふうに私は思っています。で、私これ自分でね、作ってるんですけど、ポイントがあって、これウェルネストゥードゥーリスト、毎日書くやつにお楽しみの項目っていうのを入れているんですね。お楽しみの項目、これ私が強く思うのは、私たちの生活には仕事とか家事とかやるべきことと言われるものだけじゃなくって、人生の豊かさを味わうっていうこと、これがやっぱり必要だなと思うんです。豊かさが心の元気にもつながっていきますよね。でも毎日忙しい日々に追われると感じるような生活をしていたりとか、ちょっとぼーっと過ごしていると豊かさ感じる間もなく日々が過ぎ去っていくっていうことがあります。で、そうすると結構心がね、なんかすさんでくるじゃないですか。なので私がこう自分で作ってるこのウェルネストゥードゥーリストには、
お楽しみの項目を入れています。まあ、なんなら1日のお楽しみは結構優先度高く設定をしています。まあ、書くことって言ったらね、もう本当にいろいろですよ。今ちょっとこれ収録している時春休みなんですけれども、子供たちね、今春休みでお家にいるんですね。なので春休みの子供となんかご飯作るとかね、美味しいコーヒー入れるとかね書いてますけれども、小さなことでも構わないので、お楽しみの項目、自分が幸せだなとかほっとするような項目っていうのを必ず入れるようにしています。で、このリスト特徴他にもあって、脳の仕組みを結構ふんだんに取り入れています。一つ目は先ほど言った1日のお楽しみリスト書いていて、で、二つ目は毎日続けたい習慣の項目もあるんですね。毎日続けたい習慣の項目もあります。そして三つ目は1日にあった良かったことを振り返って3つ書き出すっていう、ハッピー枠っていうのを、はい、設けているんです。なんか結構シンプルなね、ウェルネストゥードゥーリスト、シンプルなリストなんですけれども、脳が幸せだなと感じられるようなあらゆる仕組みを結構ね盛り込んでいます。色使いとか、この枠のこの広さであったりとか、ちょっとしたイラストであったりとか、なので結構やるべきことっていうのがはかどったりとか、また更年期からの毎日っていうのが幸せに感じられるはずです。はい。で、項目はですね、午前やること、午後やること、隙間時間にやること、お楽しみ、習慣、ハッピーっていうね6つなんですけれども、この文字の大きさとか行数とか、ハッピーの横にねニコちゃんマーク書いてるんですけど、このイラストであったりとか、項目のパステルカラーであったりとか、達成後のチェック方法もちょっとねこだわっているんです。はい。脳がポジティブな情報を探し出すのを助けるような、そして、ああ充実、幸せっていうのを感じやすくなるような工夫っていうのを凝らしています。自分に合ったトゥードゥーリストを自分でね作ってもいいと思いますし、またもし私自身がね使っているこのウェルネストゥードゥーリスト使ってみたいという方がいらっしゃれば、無料でお渡しできるので、プレゼントできるので、よかったら使ってみてください。ダウンロード方法はチェブラの公式 LINE があります。そこに無料でお友達登録をしていただけると、このウェルネストゥードゥーリストの PDF、 それから使い方の動画をプレゼントしています。脳の仕組みとね、なんでこのデザインなのみたいなポイントの解説があって、気になるという方はよかったら使ってみてください。毎日がねあっという間に過ぎてしまうと感じる方はぜひ試してみてくださいね。というので、今回は40代からの心と時間を豊かにするウェルネストゥードゥーリストというテーマでお送りしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。